どうもニーハオ。今回はスタミナ丼弁当6日分作り置きをおーちゃんと一緒にご紹介していきます。材料合計631円で調理のスタートです。まずは鶏胸肉の皮を取り、火の通りを均一にするために平らにしていきます。次に肉を軽く押さえながら斜め45度ぐらいに包丁を入れて削ぐように切っていきます。そして3センチ幅の削ぎ切りにしていきます。こうして薄めに切ることで火の通りを早くして時短します。切った肉を袋に入れていきます。そのまま下味付けで酒大さじ1、すき焼きのタレを大さじ3杯入れ、片栗粉を大さじ3杯入れ、袋を閉じてしっかりと揉み込んでいきます。そのまま15分ほど放置します。玉ねぎは1センチ幅のスライスにしていきます。切った後に少しばらしておくと炒めやすくなります。フライパンにごま油大さじ1を入れ、肉を透過します。そのまま中火でしっかりと炒めていきます。肉に火が通ったら玉ねぎを入れてしっかりと炒めていきます。玉ねぎが少ししなっとしてきたぐらいで中火に肉小さじ1、すき焼きのタレを大さじ5杯入れ、いりごまを適量入れていきます。強火で1分ほどしっかりと炒めて、食用バサミでニラを4センチぐらいの大きさにカットしていきます。再び強火でしっかりと炒めたら、あっという間に具材の完成です。次にご飯3合分をタッパーに敷き詰めて、タッパーは500ミリのタッパーを使用しています。次にご飯側におかずの汁が移らないようにラップをしていきます。ラップをするときのコツは端っこに密着させるようなイメージでするのがコツです。その上から具材を盛り付けたら、あっという間にスタミナ丼弁当の完成です。最後に蓋をパパッとして、パパッと冷凍庫開けて、パパッと弁当箱入れて、パパッとパパッとスリーパッと、冷凍庫からの解凍はレンジ600ワット5分で美味しくいただけます。ラップを取るときは中央の方から持ち上げるように取るとスムーズに綺麗に取れます。これは好みになりますが、温泉卵などをトッピングするとさらに美味しくいただけます。うわー、美味しそう。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ。